さん、義援金詐欺ですね <laughs>。まあ詐欺かどうかわかんないですけど、いやでもね、平和公園でね、平和公園っていう場所でね、それが置いてあったら、まあ多分そんな感じなのかなって話ですよね。うーん、いや、これ面白いですね <laughs>。面白いですね <laughs>。まあ、南の帝王か、南の帝王じゃなかったかな、なんかのやつで、南の帝王かな。南の帝王だってったかな。なんかあの、 その、募金募金で金集めろみたいな <laughs>。募金してますっていうね。はい。まあ、あの、それはやりたい人はやればいいと思うんですけど、ね。あの、僕はやらないですけどね。で、単純に、まあ、今回の動画をまとめていくと、お金の稼ぎ方はたくさんあると。たくさんあるよと。本当に。人を騙してお金を稼ぐっていうこともいっぱいあるでしょう。いっぱいあります。あなたは何したいんですかっていう。 あなたはどうやってお金を稼ぎたいですかと。僕はしっかり商品を作って、商品を売る。そしてサポートする。これ、これ、これをビジネスとしてやってます。でも世の中にはね、同じお金の、お金に色はない。本当に僕はお金に色はないと思います。ね。お金に色はないです。どんな平和公園で募金活動して300万ね、稼ぐ、稼いでるかっていう表現があるかもしれないですけど、まあ、そのお金を集めたりとかね。まあ、あとはオレオレ詐欺やったりとか、 まあいろいろお金の稼ぎ、まあ稼ぎ方と言っていいのかわかんないですけど、お金を集める。まあそういうのはあるわけですよ。あなたはどういうふうにお金を集めたいですか稼ぎたいですかっていう、ただそれだけです。お金に色はないですよ。お金に色は。だから色はないんだけど、どういう色をつけたいかつけたくないかとか、それは自分次第だってことです。僕は商品を作って、商品をしっかり売り,売り込んでね。で、サポートをする。うん、普通に。 飽きないをするまあ、これ多分普通ですよね。これは多分変態でもなく、変人でもなく <laughs>、普通の商いだと思います。商品を作って、商品をセールスして、サポートをする。これ普通の商いですよね。だって商いやってるんです。ビジネスやってるんで。でもみんなね、なんかね、あの、ビジネスじゃないんですよね。みんながやりたいのがビジネスじゃなくて、お金が増えればいいやって話なんで、まあだから仮想通貨とかにもね、爆上げとかでね、 ホホイイったんでしょうねビジネスをしたいわけではないと。多くの人はお金を増やしたい。お金をが入ってくればいいな。だから、何でもいいってことです。結論。だから僕もいろんな商品を売ってるんですけど、結局お客さんの本質の本質は、お金が稼げれば何でもいいっていう。まあ言葉は汚いですよ。非常に言葉は汚いけれども、お金の稼ぐ目的は何でもいいっていう。僕はビジネスをしたい。だけどお客さんはお金が増えれば何でもいいよと。 まあ言葉は汚いですよ。ちょっと、んなんだ、ドストレートすぎるかもしれないですけど。うん、だ例えばもっとオブラードに包むんだったら、いや確かにビジネスは覚えた方がいいでいい,いいだろうし、あのー、YouTube もややった方がいいだろうし、いやだけど、だけど、今すぐお金がね、今すぐ今お金が欲しいんですみたいな、まあそんなニュアンスですね。うん まあだからその、そのね、マインドを変えた方がいいと思うんですけどね。だなんでそれを変えた方がいいかっていうと、そ,それを考えてると、結局騙されるわけじゃないですか。初心者でもワンクリックで100万稼げますよっていうものに引き寄せられますよね。うん。だから、そのベースは変えた方がいいと思いますけどね。いってらっしゃい。